けた時、街の角から素敵なバスが出る。若い二人は夢中になれるから、狭いシートに隠れて旅に出る。昼間のうちに何度もキスをして、行く先を尋ねるのに疲れ果て、日暮れにバスもタイヤをすり減らし、そこで二人はネオンの字を読んだ。ホテルはリバーサイ、川沿いリバーサイ、食事もリバーサイ、おおリバーサイ。夜の長さを何度も味わえる。